哲学史は、哲学の歴史、及びその研究のこと。哲学は、古代ギリシア以来、人が、自然の脅威や人の生病老子や気度愛楽に出会い、生の不条理に疑問を感じるところ、至るところにあるとされて、歴史を重ねてきた。とは言うものの、この、古代ギリシア以来という言い方も実は、西洋的、もっと細かく言えば、ヨーロッパ的なものであり、 哲学史と呼ばれているものの、実質は西洋哲学、ヨーロッパ哲学の歴史に他ならない。しかし同時に、西洋にあっては地による地の根拠づけとも言うべき、哲学の長い伝統があり、文明史的観点から西洋哲学を相対化することは可能であるし、場合によって必要であるものの、ロゴスの運動を極限まで推し進めるという徹底性は、 他の思想伝統には見られない特質であって、安易な批判や彫刻こそむしろ警戒されるべきである。これに対して、中国の哲学あるいは思想の歴史は普通は中国思想史といい、また、インドのものも別に、インド思想あるいはインド哲学などと呼んで区別するのが普通である。アラブイスラム世界のイスラム思想あるいは、イスラム哲学は、西欧哲学と同じように、 ギリシア哲学を基礎に置く哲学の体系だが、これとても哲学史の中では、西洋に影響を及ぼした、以上の見方がされることは、おそらく少ない。こうしたものも、すべて含めて、世界全域で営まれてきた哲学と思想の歴史を、文化の壁を越えて語りたいときには、あえて、世界思想史といった表現を選ぶことがある。しかしその際には、哲学研究というよりも、 比較思想研究といった色彩が強くなり、全体の歴史を捉えようとする動きが希薄ではある。ありがとうございます。